まあそうです、今、カイル・ハントが怪我している中で、やっぱりその、まあ、前節もそうだったんですけど、そのインサイドでどれだけ粘れるかっていうのは一つのキーだったんですけど、まあ、ちょっと後半の頭でちょっと崩れてしまったのがやっぱ悔やまれるというか、自分自身もそのゲームに絡んでたので、そこでちょっと、まあ相手のインサイドの攻撃をちょっと止められなかったのはちょっと、まあ、自分的にも悔しい部分でもありますけど、まあ、カイルが、いるいないっていうのはやっぱ自分がもっと頑張る必要があると思うので、そこは、自分自身もっと、チームのためにやれることを模索しながら今後もやっていきたいなと思ってます。まあ、そうです、まあ、B リーグの中でも珍しくこのオールコートで当たってくるっていうのは何ですかね、珍しいチームで、やっぱその最初いきなりちょっと出番をくじかれて食らってしまったんですけど、まあ、彼らもやっぱりまだそれを模索中だと思いますし、また僕たちもそのプレスブレイクに対してやっぱり準備不足ってことで、なんですかね、まだお互いその成長している段階だなと感じました。そうですね、まあ、開幕戦勝ってて波に乗れるかとは思っていたんですけど、まあ、ちょっともったいない負けが、今振り返るともったいない負けも、いくつかありましたし、まだそのチームとして、成熟していない、状況だったなと感じています。ただここ数試合はチームが目指すべき方向を、向けて進めているのかなと感じます。ただまだまだその爪の部分であったり、まあ、勝つためのプレー、ウィニングプレーがまだ、ですかね、1試合通してやっぱりできてない時間帯、できてないので、あそこはもっとこれからもいい過程を進んで、その、勝ちをしっかり勝ち切るチームにやっぱ成長していきたいなと思います。そうですね、自分自身も前のチームでしっかり何ですかね、アルバルクにいた時、アルバルクはすごくチームの決まり事がすごく多いチームだったんですけど、今のそのエベッサはどちらかといえばその選手の感性を生かすプレーが多くて、まあ、正直自分の中でそこにうまくアジャストできなかったのがありました。それがやっぱりそのチームの何ですかね、自分自身もやっぱもどかしさもありましたし、チームの役に立ててないなっていうそのやっぱ気持ちもやっぱありました。ただその結局そのやっぱ自分が何をしなきゃいけないのか、そのたとえ短い出場時間であったとしても、やっぱチームの勝利のために自分が何をするべきなのかっていうのはやっぱり、自分自身一番分かっているので、そこをやっぱりまずはそこから一歩ずつ、やっぱり自分自身もその大きな期待をしてもらって、このチーム呼んでもらって、やっぱあれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけないっていうのがやっぱ自分の中であって、やっぱ完璧を追い求めすぎていたんですけど、まあ、12月入ったぐらいからですかね、その一つずつ地道に自分がやらなきゃいけないことを一個ずつやっていこうという気持ちでスタートして、そこでまあ自分自身少しずつですけど実感として上向けていけてるのかなっていうのも感じてるので、まあ特に今この外国籍選手が一人欠けている中でしっかりまあつなぐ役割であったり、まあ泥臭い部分を頑張ることであったりっていうのはしっかり続けていけば、これはチームにとってもチームの勝利につながっていくと思うので。そこは引き続きやっていきたいと思ってます。